現存する、戦列艦 HMS ビクトリーの32ポンド砲16世紀、頃のドイツの大砲。4番が、ハンカノン砲。ノベルティキャリッジ上の60ハンドレッドウェイトの32ポンド、滑空砲。1861年 USS トーマスフリーボーンにて、ハンカノン砲、または、デミカノン砲とは、17世紀初めに開発された42ポンド砲より、小さく、 カルバリン法より若干大きい中サイズのカノン法である。一般的な半カノン法の方針は、方針長11フィート、合計6インチ、重量は5600ポンド以下であった。32ポンドの休憩弾を発射するのに、黒色火薬18ポンドを必要とし、有効射程は1600フィートである。68ポンドのキャノンロイヤルは官報として課題で、 42ポンド弾を発射するフルカノン砲はあまりに使いにくかったことから18世紀には姿を消した。17世紀のイギリスにおけるマン・オブ・ウォーの下段には大抵半カノン砲が装備されていた。例えば、エーラン戦争で活躍した HMS ソブリン・オブ・ザ・シーズ、EN、HMS レゾリューション、EN、HMS ジェームズなどに搭載されていた。 これら32ポンド法は18世紀の一等間3層、甲板艦線列間に最大100問積まれていた。ありがとうございます。